そこにいるのは西田さんじゃないですか。違います。え、西ちゃんですよね。違います。いつも見てるよ、西ちゃん。はい、今日は我々どこに来てますか。今は香川県です。はい、なんで、なんでですかね。大ちゃん眩しい。コーヒーこぼした。眩しい。まあ、ちなみにこのチャンネルは、渕上大輔のマスオの使いであらへんで、うん、なんですけれども、はい、我々はね、しけで島根県で釣りができないとなったら、はい、なぜか高松まで走ってきちゃいましたと。なぜ、ね、はい、大ちゃん帰ってきていい。大ちゃん待ちなんだから。あ、そうなの。うじゃあ私トイレ行ってこう。あ、うっそ。二人でおしゃべりトークしたいね。おしゃべりなんだ。じゃあちょっとこれ姉に聞いてみましょうかね。あなたにとって渕上大輔とは、はい、弟です。渕上家の長男であり弟です。確かにそうだな、はい、その通りだな。なんかいいのもらってましたね。目玉、うち初、うん、目玉使う初めて。でも昨日このカーリー超当たってた。でかいやつ。バチバチアクト。太短カーリー。うん。今日は？今日は高松の平場です。平場。初めてです、僕高松。大ちゃんここ初めて？うん。初めて尽くしだね。そうだね。いいね、なんか楽しそうや。目標は？目標は？目標は？一本。え、一本？一枚。低いな。70やろ。昨日伸ばしてるやんから90。ああ87が出たからな。90やな、次は90ね。それは抜かれへんよ、みたいに。いやもう無理やで、多分。よし、頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。何気に平場専用線ってことじゃない、今シーズン初めてですから。平場専用線って今シーズン初めてマジで。第何グラムだよ。80で、楽勝。まあまあ、でもいける。楽勝60でもいける。いける。うちの人があまり好んで使わないチャープ一丁。今日は昨日みたいに当たりがあると思うの。1月2月よりはマシと思うけど。高松の平場初めてなんですけど。え、高松の平場初めてなんですけど、おう、セオリー的にはどんな感じなんですか。セオリー何の。いや、なんていうか、その定番みたいなやつ。定番、まあ、時期にもよるんだけど、まあでも今春だから何とも言えないけど、基本はもう本当に夏場とかになったらもう30、40の浅いじゃん、はい、の下から 5m、10m だけをもうひたすら淡々とやるみたいな。だね、まあ春はちょっと浮くことよくあるんだけど、だけど潮がものすごく左右するから、巻きスピードとかもコロコロ変えた方がよかったりとか、一概に本当に言えない。その巻きの時もあれば早巻きの時もあれば。そう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 。来た来たね、タイですか。おお、すごい。タイが上がってきちゃったわ。ほんと、ナイスティー。ナイスティー。おめでとうございます。おお、痛い。あー、ドキドキすんな。もう、ここの一匹は超大事だからよ。かかったら緊張します。緊張する。あれ、瀬戸大橋ね、大ちゃん。あれが渡ってきた瀬戸大橋ですね。今日ちゃんと撮った、オープニング撮りました。撮った。あ、鮮明言ってない。ビーアン亭だよ。ビーアン亭です。初めてですね。香川フィッシングサービスロングビン。下本亭とビーアン亭があるし。で、ここはもうタイのストック量は多分日本一かっていうぐらいタイは行くから。やっぱ放流とかもすげえちゃんとしてるし。放流してんの。下道のあたりでもあれもテンション上がる。基本こう下道はほとんどいないからですよね。まあ本当アコウとニベ、まああと謎な魚コッチとか。上げてください。登ります。これは一筋縄ではいかないということですね。いやーマジ今日俺目標2匹。あれ2匹なの。ああ竿頭だ。特にこの辺が一番水温低いんだよ。全国的に見ても多分西日本だと一番じゃないかな。一番下がるし上がるのが遅いんだよ。結局黒潮とかあったかい暖流が一番入ってこないから。最後まで入ってこないんだよ。ここはだから、ここと広島ってすごい違うんだよ。広島の沖の平郡だとかさ、松山ぐらいまでっていうのは結構豊後からの黒潮が入ってくるから、
ほんと瀬戸大橋が真ん中って言われてて、その大阪湾からの水と反対からの、ね、九州の方からの来るののぶつかるところが大体その辺で、で入ってきて出てくって言われてるから一番遅いんだよ。なんかマスオさん黙ってや、なんかなんかチューニング来てるじゃない。ちょっとこの太みじカーリーとさ、ドデカーリーはちょっと切ったりして使うとアクションが変わるんだよ。へえ。こういうところをこっそり撮るな。いやいや。よく見つけたな。視聴者の皆さん、こういうところみたいでしょ。うちのチャンネルの中でも一番釣り番組寄りなチャンネルにしたいと思ってるからね。こういう感じで変わるわけですよ。太みじカーリーを2つに切ったわけですね。すると弱い波動のいっぱい波動になる。わかる？弱いのが複数の波動になる。そうですね。それがどういいんか知らんけど。まあまあ、一つのやつでいろいろ遊べるのは楽しいですよね。でもなんか前テストしてる時はこれで高松では4つだ。まあ冬だけど。コーヒーシミになった。コーヒーシミになるだろ。コーヒーがシミになっちゃう。いいんだよね。好きなんだよここ。面白いんだよ。スティーズですね。最高。超好き。上げてください。いい。わあ。なんかそれお前大量やな。大量やな。絶対量すねこれ。大量やな。昨日ホテルに帰って部屋に戻ったら。一人で余韻に浸ってましたね。いやいいなと思って、嬉しいなと思ってさ、いやいや嬉しいなと思って、そう喜んでもらえてるってことがさ、あれのおかげで僕しばらく坊主でも大丈夫です。あ、そう、もう、まあれがあれば生きていける、しばらく生きてますね、しばらくは。いやよくでも出たよね、やっぱなんかまあ本当俺もまあ反省したっていうよりも大ちゃんが釣ってくれてよかったなって感じなんだけど、やっぱ諦めないって本当は大事だね。ね。実際どうだった？もう本音を言うと、もうほぼ諦めてる。でも諦めてはいましたけど、うん、出そうだなと思ってました。思ってたんだ。はい、俺絶対無理と思ってた。逆に経験が少ないからそう思うじゃないですか。単純にバイトがなさすぎて、もうがすごいよね。違う。もだと思うよ、あれは。最後まで諦めたらあかんねん。最後まで諦めたらあかんねん。それはもうあなたによく教えてもらいましたよ、もう。まあ、やっぱ俺とか、まあ、よく丸く釣りがなりわいじゃない。だからやっぱりこう月1回しかさ、釣り行けん人っていうのがほとんどのわけじゃん、言ったら世の中では。そういう方ってやっぱりその一日にかけてくるでしょ。その人には熱意勝てんよ。毎回その熱意でやるよってのはもう心もたんで。でも僕は今まで開きやすい何回か言いましたけど、最後まで諦めなかったことないですよ。やべえ、一回も諦めない。一回も諦めないです。西田が映ってる魚だよ。魚はまあそのうち映るんちゃうか。ダイちゃん、ダイちゃん、ダブルカメラでこう。ご飯食べてみたか、やばいけ。悪くないですよ。はい、行きましょう。あ、まずめちゃくちゃしちゃいました。ダイちゃんなんか。でかいリリ。ちょっと決め顔して。ちょっと待ってください。
ナイスビーは無理。今はちょっと無理。ナイスビー、今無理やろ。ナイスビー。やっぱ俺がご飯中やな。来た来た。よいしょー、やめんなー、やったじゃないですか。ナイスダイビー。じゃあどんな感じで来たんですか、ちなみさん。そこから巻き上げてきたらちっちゃい当たりがあったんで、ほうほう、合わせましたよ。合わせた、かけてみたんですか。かけていきましたね、さっき。やっぱその竿はかけの竿なんですか。いや、これ乗せの竿。俺宣伝しようと思ったら違うやないか。じゃあ乗せませんでもかけれます。なるほどなるほど、はい、ナイスナイス、いいじゃん。大ちゃん高松初体、初体の、なんかこいつなんか大ちゃん初体験素敵じゃない。かけた今。結構ゆっくり、これめちゃくちゃローギアやから。めっちゃ気持ち悪い。さっきからそういういますね。なんていいやろこんなん。いやいや、なんかちょっと 俺らが釣ってるやつと違うやつ釣ってるのかな。もっとドロッとしてたけど俺らの。俺のがでかいな。でかいやないの。1回ぐらい当たり欲しいよ、当たりは欲しいよ。あの後にも1回当たりもありましたよ。あったの、はい。おお、超スロー。ナイスティー、やべえ、ナイスティー、いいなー、憧れの1枚だよ。当たったよできたか、この海に。普通に巻いて食ったの。ちょっと投げて、うん、そこの方ゆっくり横に引いてきたのかもしれない。何色やった？赤黒、赤黒とイカ黒と。なんでそんなまたチャンポンするの。俺と橋本にはありえない。これでもギリギリ許されるカラーじゃないですか。まあまあギリギリかな。真央さん的にはギリセーフ。いや、アウトだと思うよ。あいつ俺より厳しいからね。ちょっと大ちゃんの言う分習ってみようかな。投げたら釣れる？投げたら釣れると思います。このスピードに対して変わんないぐらい飛んでます。俺投げるのプロだから。俺昨日お兄にワンピッチマスオさん上手っすね。もうちょっと飛ばそう。ちょっと今ミスでした。ちょっとミスでした。さっきからあっちの方で出てるボイルが気になって仕方ないです。結構でかかった。
今は、今はそんなこと気にしてる場合じゃないキャストなんか気にしてる場合じゃないんだおぉ、はい、あ、来てる来てる回数を調べる俺今今シーズンタイ30匹ぐらい知ってますね少ないだろ回数の割にはそうですねどっかで1匹1日10匹とかさそんなのを出さないかいい日がならない多分これラストぐらいの1秒ぐらいみたいなマジまあでも一応言っとくと魚釣ってないの2シャンだけだそうだから頑張ってよまだ釣らないと帰れない釣らないと帰れないタイなんかよりも釣るのが難しいそう言ってたんだけどな坊主か何がえ坊主ゼロチャレンジ坊主ゼロチャレンジ終了お知らせはいじゃあ皆さんねお疲れ様でしたよ急遽急遽来た高松平和で良かったですね大ちゃん良かったですね楽しかったです ね大ちゃんだけなんかタイ釣ってねなんか口紙もねアコ、ね、まあ、俺もうっかりエサってたけどねうっかりエサソイヤソイヤうっかりソイヤエサじゃないエサじゃないうっかりソイヤじゃあ2シャンじゃあ今日じゃあはいじゃあ大ちゃんが最後90はいじゃあ2シャンお疲れ様でしたお疲れなんか一つ今日今年の目標がそう届いちゃった届いたけど届いたんやけどまあよかったなんか気張ってたのが抜けた感じ、ね、もうプレッシャーがねそうまた来年の目標とする、はい、あとは今年の釣りを楽しむだけそうですねはい。いや、高さん楽しかったですそういや本当
疲れさでした。お疲れ。来年のさ、キープキャストぐらいみんなでナイスディーってやってたみたいな。